はいえー、では、えー、時間となりましたので始めていきましょうえっ、ー、と令和五年のですね、えー、予備論文分析会で、えー、これから、えー、法律実務基礎科目あの行っていきますえっ、ー、と私担当する長野ですよろしくお願いしますえっ、ー、と一時間ありますのでであの実務基礎科目の方が、えー、ちょうどまあ経時民事ということで分かれていますからまあそれぞれ民事と刑事ですね三十、えー、分ずつで話をしていこうかと思っています。 でえー、とお伝えする内容としましては、ま,あ、まずあの当然に、ですね、えー、と今回の、まあ、この問題の、まあ、位置づけというか、傾向というか、難易度とかですね、えー、それと、あとはその、まあ、各科目ごとの、まあ、正当予想というか、まあ、一般的な受験生であれば、まあ、これは解けたであろうとか、ですねあるいはちょっとこれは難しかったとか、まあ、そういったところを話をしまして、まあ、大体どれぐらい取れていればいいかとか、 えー、そこの話をしていきますで、えー、と具体的な内容については、ですねあのまだあの出題趣旨が、えー、発表はされていませんけれども、あの法務省の方からですね、まあ、ただあの、今回はそんなに疑、まあ、義理があるような問題は、まあ、そうそうないので、まあ、今の現状のですねあのレックの見解というか、あのレックの回答内容で、えー、それに、まあ、準拠して問題ないと思っています。 じゃあ、えー、と早速、ですね、えー、と民事の方から見ていきます、えーと。レジュメのページ数のまず1枚目ですね。えー、とまずあの X のおおっと、X の相談内容と、あと Y の相談内容というところが、えー、それぞれ、まあ、説問1、2というところで分かれてまして、まあ、そこから、ですねあのそれぞれ、えー、請求内容、えー、それと相手方からの抗弁、あとはさらに、まあ、原告からの再答弁。 まあ最後には、えー、書面作成と、準備書面作成というところで、えー、まあ説問1番から4番までいってまして、えー、とまず構成のレベルとしましては、あの例年通りといいますか、あのかなりもうこれ、テンプレ順拠です。えー、と説問の1番がまず、ですねあの訴訟物書かせて、あとはこの請求の趣旨、えー、さらには、この請求を理由づける要件事実を踏まえた上での事実の列挙ですね。 まあ、そういった流れが続きますので、えー、特段難しいところはです、ね、あのないです。じゃあ、えー、ちょっとまあ軽くまず見ときますか、あとは、まあ、あと、説問2番の方がまああが、相手方からの答弁とか、まあ、そういったあの自然な流れといいますかね、まあ、テンプレートの流れということになっています。じゃあ、えー、と一つ一つの問題のまあ難易度であるとか、えー、傾向について、えー、確認を取っていきますけれども、えー、とまず、説問の1ですね。 えー、括弧1から括弧5まで分かれていますけれども、まあ、迷ったというかちょっとこれ書きにくいなというのは唯一、まああの、説問の括弧5ですかねあのいわゆるまああの民事保全あの仮差しの話ですけれどもちょっとこれがややあの難しいかなというところはありますけれども、まあ、それでもですねあの割と 預金があって、あと不動産があって、えー、それでもです、ね、あの預金差し押さえしたいっていう場合に、じゃあなんであの時価を明らかにする必要があるのかっていうところは、まあ、なんとかです、ね、その現場であの考えていけば、まあ、特にあの3000万の、まあ、担保まで設定されてるとかです、ね、まあ、そこまでいけばなんとか、あのいわゆる無償配当になるんじゃないかとかいうところがちょっといけたんじゃないかと思います。 あとすみません、もう今さらですけども、当然これ解いてもらったこと前提になってますんで、なんでしょうね、問題考える時間とか、そういったことはもう当然取らないです。もともとがちょっとあの30分しかありませんので、解いていただいて、でもあの記憶がある程度は残っているって前提であのお話を進めていきますから。あとはですね、あの、 設問 1>,、まあね、1のカッコ4、まあ、これがややちょっとまあ書きにくかった人がいるかと思います。まあ、ですから内容としてはです、ね、説、え、問、ー、のカッコ1、カッコ2、カッコ3、ここはほぼほぼ必須ですで。逆にこれが解けないとちょっと差がつくかなと、あとはカッコ4、カッコ5が解けたかで、えーまあ、さらにプラスいけるか、あるいは、まあ割と平均レベルにとどまっちゃうかっていう。 えー、そういったせあの質問になっています。じゃあ、一応ちょっと軽くだけ、あのーまあ、回,回答といいますかね、えー、ちょっと確認しておきますけれども、えー、とまず、えっ、ー、こ1番です。えー、X の希望を実現するための、えー、選択すると考えられる訴訟物ですけれども、まあ、当然、これはですね、の X の希望としては、まあ、例年というか、あの この相談内容の一番最後の方うに、まあ、よって書きみたいな感じでですねあのまとめが書いてありますけれども、えーまあ、今回は、まあ、まさにここですよね。えー、と結局、まああの、連帯保証人がいますので、えー、そこに対して、えー、支払いを求めたいです、まああの。一般的にというか、まあ、実務であれば、ですね普通はあの時効の,あの更新効とかがありますので。 あの連帯保証人だけやってもしょうがないですからね、あの当然、借り受け人本人というか、あの債務者本人と連帯保証人を両方あの同時にということになってますけども、まあ、今回はあの、まあ、行方不明になっちゃってるっていうことで、まあ、工事創達でなんだとかですね、まあ、だいぶちょっと面倒くさくなりますし、まあ、令和4年の話なんで、ま,あ、まだ時効まであの5年間ありますから。まあ、ということで、まあ、あの問題としてはですね、 とりあえず連帯保証人だけということになったんだろうかと思います。えー、ということで、枯、え、れ、ー、受け人ではなく、えー、保証人に対して、えー、請求をかけたいというところですから、えーまあ、当然ですね、えー、訴訟物としましては、えー、保証債務の履行請求ということになります。で、えー、書き方ですね。えー、とこれはあの必ずですけれどもあの、保証契約に基づく保証債務履行請求権。 一個になりますであの訴訟物についてはですねその、まあ、例えば論文であればもう皆さんご存知の通り、あり多少の何かなんでしょうね判例の,の規範を書くときも、まあ、キーワードがこうちゃんと列挙されていて試験管の方で読み手の方で、えー、この人分かってるなっていうのを伝えればですね、まあ、多少ファジーでもあのそこで丸つくんですけれどもあの訴訟物とか あの要件事実とか、ですねあと、まあ、次の,あの正規の趣旨とか、えー、これについてはもう答えが一義的に決まってまして、あのちょっとでも文言がずれちゃいますと、あのそこで三角ついたりとか、あの一部減点とかになりますので、えー、そこはもう正確な、えー、記載をですねあの常に心がけてください。あとは、あの当然、この実務基礎科目に基づいて、あの口述ですね、まあ、ちょっと今年からあの年明けになっちゃいましたけども。 あの1月の地震ですねで、えー、当然、口述なんかでも、えー、これ、訴訟物なんですかとか、あとは、請、え、求、ー、の,の趣旨は何になりますかとか、あの普通にまあ聞かれますね、まあつまり、ほぼ絶対の確率でまあ聞かれるんですけども、えー、そういった時はまは、当然ですね、あの正しくあの正確に答えると、えー、そこはファジーなものが許されない世界です。 まあだから今後の勉強方針としましては、まあ、当然、口述に向けてですけれども、あの必ず訴訟物と要件事実ですね、えー、そこを確実にあの正しく言えるようにすると。で、次が、えー、このカッコ2番に移りまして、えー、請求の趣旨です。まあ、これもですね、あの請求の趣旨ということで、あのまあ今回特に元本だけでいいというふうに言ってますんで、本人がですね。 あの利息とか損害金とか、えー、それはいらないってことですからあの年3%パーとか、まあ、それはいらないわけなので、まあ、通常通り、えー、被告は原告に対し金220万支払えですね、えー、それで終了ですあと当然あのちょっとこういうところですね、まあ、例年と言いますかあの付随申し立て、えー、これもあのコールしない書かないってことになってますから えー、例えば、第何項について仮執行宣言求めるとかですね、えー、訴訟費用はあの被告の負担とするとか、あのそれも書いたらだめです。まあ、まあさすがに書くいい人いないと思いますけどね。で、次は過去3番、えー、訴状で、えー、その請求を理由づける事実、まあ、請求原因が何なのかっていうところ、あとは、えー、この名を書きですけども、よって書きはいらない、要は結論部分はいらないと。 いうことで、まあ、ここは、まあ、要件事実の問題ですね。で、これ、あの、保証の債務を履行するものになりますんで、えー、まあ、当然ですね、えー、まず主債務が存在していて、で、それに対して、保証人がですね、この保証しますっていうことを、ちゃんと言って、まあ、要は合意してですね、で、それで、最終的に、その合意が書面でなされたっていうふうな、 こ、えー、この3つが要件事実ってことになります、えー、主債務の存在、えー、それと保証契約における合意あとそれが書面になされているであの意外とというかです、ね、あの緊張状態にありますとあの、まあ、要は主債務はです、ね、普通に、えー、いついつ誰が誰にいつ何を売ったってところであの、まあ、いくらで売ったってところであの主債務がです、ね、あの出てくるんですけどもあとはまあその保証契約の合意 これもですね誰と誰がいつその今話をしたこの主債務を保証する旨のを合意をしたってところで、まあ、それはいいんですけどもあの書面でなされたってところがですね結構すっ飛ぶ人多いんです。まあ、そこであの本来3つ書かないといけないところがあの2つだけ書いてでちょっともったいないとかですねあのそういうことになりますんで、まあ、そこはもう要注意です。 あとはまあちょっと少しずれますけども、あの今回の問題じゃありませんけども、あの書面による合意ってところで、えー、例えばあの法改正であの新しくできました、あの要は合意に基づくあの金銭消費対策とかですね、あれなんかも書面にしとけばあの合意に基づいて、えー、それでまあ成立って話になったじゃないですか、昔は用物契約でしたけども、でそういうところでも、割と新しいところ、まあ、おそらく保証契約が書面だっていうのが、まあ、 少数派でしょうかね、抜ける方はあの、金銭消費対策の方になっちゃいますと、あの抜ける方はいるかもしれませんので、あのちょっと細かいところまで、えー、全部あの、総復習をしておいてください。あとは、まあえー、なんでしょうね、まあ、注意点としては、まあ、あの必ず、えー、この、まあ、内容を書くとき、要件事実について書くときは、5W1H を意識するってところですね。 あのそれ考えておくとあの取りこぼしがなくなりますので、まあ、たまにいらっしゃるのがあの日付がすっ飛んだりとかですねあの日付がすっ飛んじゃいますとあのそれで特定ができなくなっちゃいますからあくまでも、えー、誰が誰に何をいくらで売ったでこれで債、ま、権、あの発生原因が、まあ、あるんですけども、えー、それがいつなのかってやっとかないと、えー、それで売買契約の特定ができませんので、えー、それによって、えー、この 要件が完成ということになります。まあ、保証契約も同じですね。まあ、ちょっとここまでざーっと見ましたけども、あのー、まあ、10分程度で、まあ、ここはさすがに、まあ、いけると思います。で、次ですね、えっ、ー、と、カッコ4番以降が、えー、ちょっとまあ、やや、あのー、まあ、4、5ですね。えー、ここから若干、まあ、本番というか、まあ、難しくなってきます。 括弧、えー、4ですね、この辺り、まあたり、あんまり過去問なんかでもそんなに出題費の高くないところなんで、まあえー、と要は平たく言いますと、あの今回のこの約定ですね、今回の約定としては、えー、上の方に書いてますけども、あの代金240万をですね、まあ、2年ローンと言いますか、あの毎月10万ずつ払って、それでいいんだと。 いいうふうな特約がついてるわけですよね、まあ、もちろんこれであの2回以上あの怠ったときはあの当然に期限の利益を喪失するということになっていますけどもあ一応これですねあの注意してくださいここはえっ、ー、と催告を要することなく、えー、期限の利益を喪失するものを訳したとあのも,しもしですよあの、まあ、もう ある程度皆さん答えあの、もう知ってるかと思いますけれども、今回はですねあのこの期限の利益の創出についてあの、特に書かなくてもいいんですよ。あのこれもあの相手方からの話になりますんで、まあ、ただ、えー、これは催告をすれば、期限の利益を創出するってことになっちゃいますと、若干ちょっとですね、あの説明がまた変わってきますよね。 催告をしない限りは、まだ期限の利益があるということになっちゃいますんで、えー、そうするとまたその論点というか、えー、そこを論じないといけないと。でただし、今回は、催告とを要さず、当然に期限の利益を喪失。でさらにその上で、えー、この河川部ですね、えー、それぞれ、まあ、最初の2回は払ってるんですけども、えー、その後の2回、えー、10月分、11月分、2回以上、怠ったということになりますんで、 まあこの段階で、えー、当然に期限の利益を喪失したって話になるわけです。で、あとはですね、えー、まあこれに基づいて、じゃあもう請求するかってところで何の問題もないわけですね。あの事前に何か催告をするとか、そんなにいらないわけです。で、内容としましては当然、えー、これまあ、あとしかも法的にもですね、あのこの支払いの特約ってものは、要は、 誰の利益になっているかというと当然債務者側の利益ですね。えー、したがってあの金払えって言われた時に債務者の方がいやこれ期限の利益あるからっていうのを抗、えー、弁として、えー、出してくるっていうのが、えー、この攻撃防御になります。まあまあ一般的にはまあ,あのもう前倒しで訴を書いちゃうことが多いですけどねあのラリーがめんどくさくなっちゃうので、まあ、ただ、えー、あくまでも法理論上としましては、えー、これ訴訟には、えー、特に書かなくてもいいということです。 なんでかっていうと売買契約が結ばれますとそれに基づいて債権債務関係が発生して売り主としては代金の請求権というものが発生してで金払えということが言えるわけです。あとはその相手方からの答弁としていやこれ同時利口じゃないかとか企業の利益があるじゃないかとかまあいろんな答弁が飛んでくると、まあ、従いまして今回もそれと全く同じということになります。 えー、よろしいですかね。あと次ですね、過、え、去、ー、5番です、えーと。これが若干、めんどくさいところになります。あのこれ、実はねもう結構、まあ、なんか迷ったりするんですよ。あの最近結構、なんでしょうね、あの仮差し押さえするパターンって昔ほどないんですよね。あのそれこそ10年、15年前であれば、あの仮差しするのが当たり前みたいな、あのそんな時代もあったんですけども。 それこそ、まあ、余納金とかですね、つまんないといけませんし、万が一これで負けちゃったらどうするのって話もありますし、あの結構若干リスクもあるんですよ。まあ、なのであの、今はですね、まあ、よほどなんかちょっと必要性が、要は実質的なですね、あの必要性がないんだったら、仮差しなんか、まあ、あんまりやらずに、もうあの直でいっちゃうとか、いうこともそれなりにあります。で、今回の問題としましては、 えー、この預金と、えー、不動産がありまして、でそれで、えー、この不動産にはですね、あのまあ、たかだか2年前にあの田んぼがくっついちゃっている状態ですで。そうするとですねあの、当然これ、代理人としては、預金差し押さえの方が圧倒的に楽といいますかねあの、不動産差し押さえたところで、あの当然相手方がですね、これ、 万が一これ払わなかったら、再名義持ってですね、相手は払わなかったら、それにづいで強制執行しますけども、その時にあの不動産だと、不動産競売ですね、あの結構な額の世の金、ポーンと出して、でそこであの競売かかって、でまあ、あの売り手探されてみたいな感じで、あの時間もかかりますし、あの世の金、積まないといけませんし、あんまり正直やりたくないんですよ。 で預金差し押さえであれば、ですねあのこれ、債務義取ったらですねもうすぐあのもう執行分表とか受けてで、金融機関の方に投げちゃって、あとはまあじゃあ、預金もらいますねってことで、割とサクッと割るんで、圧倒的に楽ですただ、あの相手方に与える影響を考えますと、要は不動産をですねあの差し押さえして、まあ、その差し押さえの登記とか入れたとしましても、相手としては痛くもかゆくもないわけですよね。 他方であの預金差し押さえられちゃいますと、まあ、いわゆるその俗に言うその口座凍結ってことになりまして、あのそれ、動かすことができなくなっちゃいますから、あの特にあの会社とかですとあの、結構きついんですよ。で、あの私なんかもです、ね、あの会社さんの預金を仮差ししたことあるんですけども、あれやっぱりもう、あのすものすごい勢いですぐ電話かけてきますね。 まあ要はあれがあっても資金繰りというかもう日々の,あの入金出金もできませんしあの銀行からもですね取引先からもえこれ何みたいな感じでつつかれますしあの結構もうあの会社としては相当大ダメージ受けます、まあ、だからできればこっちの方にやりたいとですがあのやっぱり何だかのダメージが大きい方は極力避けるっていう,ふうな裁判所の判断がありますんで、まあ、したがって不動産と預金がある場合はですね 裁判所の判断としては不動産を抑えておけばお金もらえるんだからいいじゃんっていう判断されちゃうんですよ。したがってこの場合はですね不動産を差し押さえたところ仮、まあ、差ししたところで結局担保価値がないからだから預金の方をやんなきゃいけないんだってことをこっちの方で署名しないといけないわけです。ということで不動産の時価これをですね明らかにしてでこの 担保価値、まあ、この債権額がまあ3000万ですけども、まあ、それにえ足りなくて、これやったところで無常用になって取り消される可能性が高いので、えー、だから預金の方をですね、枯れさせてくださいっていう、そうじゃないと、あの保釈のですね、まあ、非保釈権利をちゃんと守ることができませんということを一生懸命、こう、根んこんと言うわけです。まあ、それでも結構人によりますけどね、結局裁判官にもよりますけども。 まあそれでなととかあのプッシュすするってことになりますだからその辺がおそらくというかこれあ,のあんまりその受験の本とかにそんなに書いてない話ですしあとそもそも,そもそも論としましてあの執行とか保全のところってちょっとごてごてになっちゃうじゃないですかどうしても受験上ですね、まあ、なのでちょっとこれはです、ね、あの難問といいますかあの解けなかった方がいてもまあしょうがないんじゃないかと思いますだから解けたらえプラスで、まあ、解けなくてもまあギリ あの合否には強い影響はないなというところです。はい、えー、以上がですね、えー、まずはこの説物の一番でした。まあちょっとまあだいぶここでも時間使っちゃいましたけども、でこれ以降はまあ割とあのシンプルというかあの例年通りの問題ですね。うん、えっと説物二です。まあちょっともうこれはもうあの まあ同じく質問のです、ね、説明なんかもちょっと飛ばしますけれども、まあ、要は、今回のこの場合ですね、えー、と弁護士 Q、相手方、えー、まあ保証人 Y の代理人ですけれども、えー、これからのえ反論ということになります。でえー、と今回はです、ね、この Y の言い分としましては、まあ、要はえ保安検査ですね、まあ、保安基準、えー、そこに適合すると思って、 えーまあ、この息子さんですかね、A が買ったのに、えー、実のところはこの保安基準に適合しないものを買わされていたと。ということで、えー、これっておかしくないかっていう、えー、そもそも、えー、ここにもありますよね、下から4行目ですか、保安基準に適合しない車両だと知っていたならば、えー、この車両を購入しなかったんだと。ということで、えー、もうここまで見た段階でですね、 誰がどう見てもこれ思いっきり動機の錯誤なんですけどもあとまあ実際にこのようにということで A の錯誤に基づくんで、えー、この保証人としても何か言えるんじゃないのと、まあ、したがってこの「あ」と「い」と「う」ですね、えー、結局このまあ入るものとしては、えー、車両がですね法案基準に適合しない車両であるにもかかわらず、えー、それが適合すると信じていたと。 で、適合するってことを信じて、まあ、前提として、えー、買い受けることが表示されていた。まあ、これど、いわゆる動機の錯誤ですから、えー、それがちゃんと表示されないとダメだということになります。で、えー、これが、いわゆるまあ動機の錯誤ですねあの。この車両を買おうとして、この車両を買ったわけですから、えー、そこに錯誤がなくて、えー、ただ動機の部分に錯誤があるのに過ぎないと。で、他方で、えー、じゃあ、保証人がそれを何とか援用できるかっていうのが、 これがまあ今回の問題ですけどもこれはの民法改正のところですよねあの令和2年4月1日施行の法改正でこの履行拒絶権ってものが新たに出来上がったわけですまあ条文としましては457条の3項ですねそこで新たに新設された条文が今回のこれですまあ要は主催務者の方がその介助権とかですね取消権とか ま、そんなふうなものを持っている場合は、それに関して保証人が履行拒絶することができますよ。というのが457条3項として新たに加わっています。まあ、当然、今回は令和4年の契約ですから、えまあ、普通にも法改正にのっとってこの履行拒絶権を行使すればよいという話です。 まあ、もうさすがにですね、あの去年、一と年と違って、まあ、皆さん、もうあの法改正に慣れてる頃かと思いますけども、まあ、なんだかんだで、えー、法改正からの出題っていうのは、まあ、いまだにありますよね、多分来年ぐらいまで続くんですかね、まあ、もう大事来年ぐらいまで3、4年も経てば、あのまあ、それが当たり前になっちゃうんで、まあ、取り立てて、あのそこからの出題っていうのは意識されないと思いますけども。まあ、だからら一応今年の口述ぐらいまでは あの令和2年の改正絡みのところは、ですね一応ちょっと追っかけておいたほうが無難かと思います。はい、えあとはまあよろしいですかね。じゃあ、せつもの3番のほうに移りましょう。せつもの3番はですねあのもうあの従前通りといいますか。 まあ若干ちょっとこれも一般的になんかしょっちゅうしょっちゅう出るかって言われると、まあ、そこまではいかないですかねあのいわゆるあの法定追認に関する問題ですあの要は、まあ、取り消し権があるというふうなことがあったとしても、えー、その後に、えー、その追認というふうに認められるような行為をしたら客観的に見てですね えそしたらこれはもう通任と見なされる、いわゆる法定通任、えー。というところで、えー、今回ですね、あの9月15日には、えー、この車両が法案基準に適合しないことを知った。えー、にもかかわらず、えー、これは9月末にですね、えー、10万払っちゃってるわけですよね、債務の履行をやっちゃってると。であれば、えー、もうこれはですね、取消権を行使することができなくなる、法定通任に該当するんじゃないかというのが、えー、この原告から。 要は、この請求側ですね。原告からの再公弁ということになるわけです。まあ、ちなみにですけども、あの、まあ、大体、どの問題でもそうですけどね、実務関係は、実務基礎関係は。あのわざわざ細、こ々細こまごまと、あの令和何年、何月何日とかですね、あの細かく、こう、なんか日付が書いてあって、しかも、このなんか、業者 B の回答としてもですよ、 通知したのが9月15日とか、ですね、まあ、しかも遅くとも9月15日には、この法案基準に適合しないことを知ってたんだとか、ですね日付がこうがんに書いてあるということは、なんかそれが取っかかりになるんだろうなっていうのは、えー、これはやっぱり頭の中に当然、ですねあの入れとかないといけないところですよね。まあ、あの今回の問題はですねさらにあのテンプレ問題で、あの刑事の方でも、あのまあ、刑事でもありますよね。 そそれこそわざわざ例えば登場人物について、年齢と身長、体重、あとなんか格闘技歴、スポーツ歴とかあと性別とかです、ね、なんかこれ見よがしに書いてあったら、なんかこれは正当防衛なり、あるいは犯行抑圧なり、えー、何なりが出てくるんだろうなっていうのは、なんかもう、テンプででお約束でありますよねあのそなふうなものです、これも。 ですからあの、日付とかが書いてあったとしたならば、まあ大体はこういったあの法定通認とか、あと時効とかですねあの、そういったのがちょっと頭によぎるっていうか、まあ、そこまで勉強する、しとくと、まあ、ほぼほぼまあ、安定した合格ラインですかね。じゃあ最後が、説問の4です。まあ、あのこれはですねあの、ペラ1枚でと言いますか、 あの当案用紙1枚の分量で、えー、準備書面書きなさいっていう、まあそういう話です。で、あの当然のことながら、あのまあ、例年というか、大体多いですよねあの、こういうタイプの問題っていうのは。確かね、私があの予,備予備受けたときもですねあの、1枚で書けっていう、この準備書面の問題、確か出てるんですよ。で、あの1枚って言われたら1枚ですね。あの当然あの 長々、長々です、ね、あもちろん程度ですからちょっとまあ1枚半ぐらいになるんだったらまあ許容範囲ですけども、まあ、あんまり長々書きますとあのそれだけでちょっと出題趣旨からずれるということになりますから、うん、まあそこはもうあのちゃんと答案構成段階で、えー、ちゃんと1枚にまとめられるようにしておいてください、まあ、一応ですねあの私もやっちゃったんですけどもあの書いてて当然その試験を受ける受験側としては あのちょっとでも特に、まあ、この手のタイプの問題というのはあの事実をどんだけ拾えるかそれに対してどんだけ手厚く評価できるかというのがあの点数になるわけですからできる限りこういっぱいいっぱい,書,い,たい書きたいわけじゃないですか。ということであのなんでしょうね、まあ、あのよ,よくあるというかよくやっちゃうのが、まあ、例えばこの原稿がです、ねまあ、こうなってますよね。でそれに えこう書いていってなんかそろそろ1ページでなんかこの辺でやばくなりそうになったら、えー、なんかこう書いてなんか1行に2行書くとかですねなんかちっちゃい字でこう書いてではいこれで1枚みたいなですねなんかそんなことやったりもしますけどもまあしましたけどもあんまり心象よくないですよねあのこの分量で書ける問題を出してるんだっていうのが出題者の意図ですから。 まあまああんまりそこはやらない方がいいです。まあまあ今更ですけどね。あとはまああのおそらくまあこの辺がですねあのいろんな事実をピックアップしなさいっていうのがあの口述試験に出るというのは普通ないんですけども、まあこの辺たりはもう本当にどれだけ事実関係ピックアップしてで当てはめができるかっていうところの勝負になります。 まあ当然まあポイントになるところとしましては、の X の代理人として、えー、弁護士 P がですね、あの準備書面書くわけですから、従、まあ、って、えー、この X のえ供述内容、まあ、それを前提として、えー、この突っ込みどころを探す。で、絶対にこれ、あのこのタイプの問題を落としちゃいけないのは、の X の供述内容ですね、あくまでもこっちの代理人なんで、X の代理人なんで、X が言ったことは絶対拾い上げる。 でプラスアルファで、えー、Y の供述に何かおかしいことがあれば、そろをつつくです、まあ。特に今回はですね、Y がそのアパート借りるときの保証人になるのに、あの実印貸した、預けたって言ってるけども、住民票を見ると、えー、実際移転したのは12月15日じゃないかと、えー、だからおかしくないかっていう、要はこれ、あの8月に実印預けとかないと、なんか通じつまが合わないわけですよね。 まあだけども、えー、住民票上は、えー、これ、12月になってるんで、えー、この人は矛盾したことを言っているということになります、まあ、なかなかここまでですねあの、まあ、事前に準備するというのはまあなかなか難しいわけですけども、まあ、一応、訴訟提起する前に、辞書、住民票ぐらいは確認するのがまあ一般的ではあろうと思いますんで。 まあちょっと余談ですけどねあの住民票はちゃんと見といたほうがいいですよ、あの皆さんあの弁護士とかになられた後にあのに訴訟を提起するときにあの。例えば、ですねあのたまにあるんですよ、あの普通にあの例えば山田太郎とかですね、まあ、そんなふうな名前があって名刺なんかもそうなっていてであの、まあ、その人が会社の社長さんとかで方針、えー、登記。 の方にも代表取締役で山田太郎とか載ってると。でそこだけで、じゃあ山田太郎さんってことを相手にってことでやっちゃうとですね、あの実際住民票を見てみると、あの例えばあの、なんか韓国名が書いてあって、えー、例えばなんか、韓国ってなんですかね、多いのキムさんとかですかね、なんかキムなんとかとか、まあ、そんなふうに書いてあってで、通称名のところに山田太郎って書いてあるとか、あのそんなのあるんですよで。それやっちゃうと それで、まあ、あのなんか山田太郎だけで訴えちゃうとあの銀行口座のところが本名で書いちゃっ,ちゃったりとかですねってなるとまた同一性を証明したりとかであの執行するのが死ぬほどめんどくさくなっちゃうんですよ、まあ、だから一応住民票はちゃんと確認して、えー、例えばキムさんこと、えー、誰それとか、まあ、そんなふうにちゃんとあの書いといたほうがいいですあごめんなさい誰それことキムですねはい、えー、じゃあ えー、民法はこれぐらいですかね。あ,あとごめんなさいね、えーと。一番最後の問題の、説、えー、問1ですね。説問4の括弧1。えー、これはまあ当然、これ二2段の推定ですので、あのもう、あの陰影が、えー、実因であることは認めるけども、えー、それが意思に基づいていることは否定するということになります。まあ、2段の推定は本当にもうしょっちゅうしょっちゅう出ます。 あの口述なんかでもですね、あの普通にあのいくらでも出ますんであの、まあ、品質中の品質ですね、あのめちゃめちゃよく出ます。ちなみに収集なんか行ったときも、二段の推定に関する起案というのは死ぬほどやらされます。あのそんぐらいなぜかめちゃめちゃよく出ます。まあ、まあ、なぜかっていうか、まあ、多いんですからねあの、多いんですけどね、実際に、あの仕事で使うやつも。はいえー、じゃあ、えー、次ですね。 えー、今度は刑事の方に移っていきます。で、えっ、ー、と刑事についてもですね。あのそれぞれ、えー。まずはこの設問のまあ、概要概略まあ、難易度などについて話をしておきます。けれども、えっ、ー、と今回のまあ、あの？ま設、あ、問それぞれですね。まあ、メインところとしてました。このいわゆるあの犯人性を争う事件でしたね。 あのリュックサック持ってるんだから、あの近接所持で、えー、この人犯人じゃないのっていうところで、えー、それでも起訴されて、途、ま、中、あ、で、罪名がですね、まあ、いわゆる認定落ちってところで、えー、当初はその強盗絡みだったところが、まあ、窃盗にまで落ちたっていう、まあ、そこなんですけれども。あとは、えー、まあそれぞれ、えー、各種手続きをですね、まあ要は準抗告だなんだとか、まあ、保釈とか。あととはまああの一番最後のところで えー、それと言ば、伝文とか、いうことになっています。で、これはいずれも、えー、まあ、傾向というか、まあ、要は、出題の、まあ、なんでしょうね。よく出るかどうかっていうところも、あと、難易度としても、まあまあ、テンプレな感じです。難易度は、まあ、割と全部、平均レベル。例年通り。難しくもなければ、簡単でもない。で、えー、出た分野としても、まあ、出るだろうねってところから、出てない、しか出てないと。 いうことで、まあ割と勉強していれば解くタイプの問題です。ちょっと民事とは少し違いますね。あの本当基本的なところを追求するということになっています。じゃあ、ちょっとこれも見ておきますけれども、えー、とまた、あの事実関係についてはですね解いてもらうっていこと前提で、ちょっと割愛していきます。えー、じゃあ、見ておきましょう。 えとまず検察官としましては、えー、このカセム一の指示をした理由、接、えー、の一番ですね。あと、えー、説問の括弧二として、こんなカセム3。えー、まずは、その犯人性の認定のための、えー、検察官の思考回路です。まあ、これ、刑事事件なんかやってますとね、あのこんなんしょっちゅうしょっちゅう出てきます。まあ、そもそもこれ、警察の方まあこれ、問題なんで、 あの警察がまあこんなふうな感じになってますけども、まあ、普通はですねあの警察の方でも、あの会員カードとかあれば真っ先にこれ、あの人物確認、普通はやります。なんでか分かりますよね、要は、あの被害品を、えー、この近接所持、まあ、今回、ちょっと5時間ぐらいでしたっけ、そんぐらい経ってますけども、あの盗まれたというものと、そのものをですね、 えー、被疑者が持っているとなると、えー、当然、えー、この犯人性の推認というのは、えー、相当強くなるわけですよ。盗まれたものを持っている。まさにこの人が犯人じゃないのと。で、えー、その盗ま,れた盗まれたものであるというのはそれじゃ確認しないといけないわけですけども、えー、と今回の場面ではですねあの、中に入っているものがですね、上の方に書いてますが、えー、とここです。えー、と上から 6行目7行目ぐらいですか、えー、このリュックの中身、えー、これは、えー、茶色の2つ折り財布で中が現金であとドラッグスんの会員カードですねあのこの中に免許証とか入っていればもう一発でいけるんですけども要はこれってこれだけを取り出してみたところで誰のものか分かんないじゃないですか ってなると、まあ、しかもこれ、会員カードもですね、これ、無記名ですよね。無記名でカード番号だけが書いてあると。まあ、最近、こんなの多いですよね。ということで、要は、これだけ見てもですね、これが確かに被害品だっていうのが、あの、断定できないんですよ。でもし仮にここで、会員カード番号をです、ね、紹介かけて、あの捜査関係事項紹介書とかでありますけども、そこで紹介かけて、で、結果、確かにこの被害者は V のものだと。 というのが登録されていれば、まさにです、ね、これが被害品だというのが確定するわけです。ということで、今回はちゃんとそれをやらないといけないわけですので、この捜査未了のです、ね、会員カードの番号の紐付け、それがなされているのかをちゃんと確認しておいてほしいということを、当然に検察官としては主張するというか、まあ、指示を出すということになります。 これがですね、まずはこの設問の, 1, の括弧1です。まあ、ですからその、書くべき内容としましては、まず、近接所持というところが、犯人性推定のために、かなり強い効果がある、まあ、間接事実としてですね、かなり強い効果がある、推認力があるで、そうすると、そのリュックが確かに被害品であることが、ちゃんとこう確定させないといけないんだけれども、今回、現金とか、財布とか、 それだけで被害品だったいうのがわからない。だから、この会員カードと会員情報、その紐付けをですね、ちゃんと操作するんだということになります。はい、じゃあ次が、この説問1の括弧2です。この稼ぐ丸三ですね。で、検察官としては、確かに、この 被害品をです、ね、A が所持していたということは重要だけれども、えー、それだけで十分あ、えー、と不十分でそれ以外の事実を加えれば、えー、犯人であることを立証できると。ということで、えー、この検察官の思考回路として、えー、被害品を所持していた事実が重要であると考えた理由、まあ、それと、えー、その事実だけでは不十分。 でさらに、えー、それぞれ具体的な事実を指摘しつつ答えろということになっています。で、あの被害品を所持した事実、えー、これが重要と考えた、これはもう本当にですね、あのいわゆる近接所持の法理ですね。要は、あの被害品が盗まれて、えー、それを犯人以外のものがです、ねえー、点々流通して、えー、持っている。 ということはですね、えー、そうそう特に短時間であれあれさえすれば、えー、可能性は相当低くなるわけです。まあしたがってそれがまあ犯人だということになるわけですね。でただ今回はですね、えー、なんでじゃあこの事実だけで不十分になっちゃうのかって言いますと、あのちょっと冒頭でも話をしましたけども、あの結構5時間ぐらい空いちゃってるんですよね。ってなると、えー、一応 まあ、5時間で例えばですよさすがにリサイクルショップに売られて、えー、それを誰か買ってとかそれはありえない話ですけどもよくありますよね、あの物を盗んで,でなんか金,金目のものないかってわーっと探してで財布見つけたら財布の中から現金だけ取ってであとはもう用済みことかでどこか捨てちゃうとかあとは捨てられたものを、えー、なんか別の人がどこか拾ってで持って帰っちゃうとか一応それはあり得る話なんですよ。 そうするとこれは窃盗じゃなくて、えー、また別にですね、なんか戦利だなんだとか、えー、そういう別の罪名になっちゃいますから、少なくともその窃盗の犯人ではないということになるわけです。ということで、えー、その事実だけでは不十分、えー、これがあの、まあ、時間軸としてですね、えー、被害にあったのが、えー、ここ、えー、令和六年あごめん、5年6月1日の えー、午前8時過ぎですね。でそこからまあ臨場したのが警察官臨場したのが8時15分ですから、まあ、その間ってことになりますけどもでそこからあの見つかったのが約5時間後、えー、まあ1時20分ごろですね。まあしたがって、えー、その間もしかしたら盗んだ人が捨てちゃってでそれでその A が拾ったという可能性があるので。 これだけでは不十分、まあ、ですからあとはその拾ったって言ってるところのですね箇所の防犯カメラ映像とかそれをガンガンこう取り寄せてで本当にその場所で A がいたのかあれ誰か捨てちゃってるのかそこをじーっと見るわけです、まあ、これはま,あまさにあの警察官の,あのだいぶこう大変な仕事ですけどもでもしそれがですね あの防犯カメラに確かに誰か別の人が捨てていてそれを A が拾っている画像があればです、ね、そちらも犯人性否定されちゃいますねの逆にその A がここで拾ったっていうところに、えーまあ、ずっと防犯カメラは見ていてもうそれでも誰も来ないと誰も捨てに来ないし A 自身も拾いに来ないであれば A が不合理な弁解しているってことでこれはまさにこの出どこ所不明のものを持っているであれば A が犯人である。 ということになりますあ実際ですねあの刑事事件やってますとあの結構多いんですよこういう弁解っていうかですねあの自分が盗んだんだけども拾ったとか誰かにもらったとかあの結構多いんですじゃあどこで拾ったのっていうと「いやそれ忘れた」とか「えー、誰にもらった?」っていうと「いやそれは迷惑かかるから言えない」とかあのそんなふうな弁解がすごく多いんです まあ当然のこととしまして、えー、当然まあ裁判所もですね、あのそんなあのめちゃくちゃな弁解はあの認めませんので、まあ、なかなか厳しいということになりますけども。あとあれですね、あの最近よくあるのがあの、名誉毀損とか、あといろんな書き込みですよね。あの脅迫とか。まあ、例えば、えー、なんでしょうね、携帯電話から、えー、なんかそこらライ LINE とか、あ,のあとなんか DM とか使って、 あの脅迫メーター文言を送るとで、それで捕まっちゃったというときに、その携帯電話をですねあの自分の携帯電話であるけれども、それを誰かに貸していたから、だから自分が脅迫したわけじゃないとか、まあ、そういった言い訳でもあったりします。じゃあ、ちょっと話をまた元に戻しまして、えっ、ー、と、説問の2番です。まあ,あ、これもです、ね、あのしょっちゅうしょっちゅう出ます。あと、ちなみにこの身柄解放って話は、 あの口述のところであの割と必須ですね。あの話の流れてもテンプレ決まってるんですよ。えー、例えば、えー、何でしょうね。A が何々の、えー、非疑事実で、えー、起訴されましたと。で、A としては、えー、早く外に出たいと言ってますと。じゃあ、あなたは何をしますかとか。 まあ当然、今の話だったら、えー、もうこれは基礎語なんで、えー、じゃあ保釈申請しますみたいな話をして、であとはテンプルの流れで、えー、じゃあその保釈の要件を答えてくださいとか、いろいろ答えさせられるみたいなんですね。あのそんなふうなあの口実の流れってのは結構あったりします。でちなみに、えー、と今ここですね、えー、問題としては、党員の問題としましては、あの被疑者交流の段階ですから、えー、当然その被疑者交流に沿った形で、 身柄解放の手段を考えないといけないと。ってなりますと、えー、公、乙、兵、えー、それぞれまあ3人ですね、えー、交流理由開示と、えー、保釈と、えー、準抗告ってまあ3人それぞれ答えてますけども、まあ、当然ですね、まず、えー、交流理由開示、えー、これは、えー、交流された理由をですね公開の法廷で、えー、ちゃんと裁判官が答えてくれるっていうだけですね。 えー、ということで、えー、交留留由開示したとしても、えー、公開の法廷で裁判官が、えー、コロコロこういう理由で交留しましたっていうのは一言ポーンというだけなんであの意味ないんですよ。あの身柄解放ならならいんです、まあ、一応ですねあのどう見たってもうこれ身柄解放無理だって時にですねあの一応傍聴席にあの関係者呼んどいてでそれであの交留留由開示やってあれ公開法廷なんで,で一応一目でも。 えー、その人を見れるみたいなん,です、ね、なんか石鹸禁止ついてるときなんかは、まあ、そういったテクニックはありますけども、まあ、少なくともあの身から解放ではないんです。あとオツ、オ、まあこれがよくある話ですねあの。ほんとほんとしょっちゅうしょっちゅう出ます。あの口述なんかでも、あと論文なんかでももう保釈といえばこのタイミングみたいなやつですね。あの保釈ってのはあくまでも被告人の権利ですので被疑者なんかでやることは絶対無理ですね。 たぶんやったらです、ね、あの裁判所から電話かかってきて、えー、まだ起訴されてませんよみたいな、あのそんな感じでなんか、書記官さんから外に電話かかってくると思います。私はやったことないですけど、さすがに、いくらなんでも。であの、被疑者段階でやるのは、もう準抗告ですね。で、そこで、あのまあ、交留の理由及び必要性がないということで、えー、準抗告を申し立てをして、 えー、そこで、えー、他の裁判官が、えー、ちゃんと判断してくれるということになります。まあ、基本ですね、準抗告はあの即日あの判断してもらいますけれども、まあ、今回の準抗告を規約って書いてますけれども、まあ、なかなか準抗告は通りにくいですね。あの結構難しいです。まあだから、それまでにあの検察官と、あと裁判官、 に対してまあ、検察官に対しては、えー、交流請求しないでほしいと意見書を出したり話を持っていったりで、えー、同じくです、ね、あの裁判官に対してもあの意見書を出して、えー、この交流決定については、えー、これを避けてほしいと、えー、そういったことを、まあ、申し入れておくわけです、まあ、場合によってはあらかじめ面接とかです、ね、やってもいいでしょうし、はいえー、以上が、えー、この「せすもの2」。 まあ、かっこ1かっこ2、まあ、それぞれの話でした。あとは、えー、とこのセスモの3ですね。えー、いわゆるあの認定落ちに関する問題です。控、え、訴、ー、事実としましては、これですね。も、えー、ともとはですねあの、まあ、いわゆるあの強盗に関する罪としまして、 あの装置されてるんですけども、えー、実際に、まあ、控訴事実としましては、えー、窃盗と暴行というところに、まあ、それぞれ認定落ちしています、まあ、それは何でかです、まあ、この辺は、まあ、もうしょうがないというか、まあ、あの認定落ちするのもしょうがないでしょうね、まあ、だいぶちょっと警察官の方がだいぶ強気なあの事実認定しちゃってるなという感じですあちなみにどうでもいいんですけども あのここ、装置事実書いてあるじゃないですか、で装置事実をけ、まあ、当然これ、警察が検察に装置するわけですから、えー、当然これはです、ね、あの警察官が書くわけですよね。で、警察官がこれ書いて、であとは検察官が、えー、被疑者交流するときに、あの裁判所に交流請求しますけども、そのときにまあちょっとここをです、ね、あのちょちょっとこう書き換えて、でそれでまあ交流請求としてこれ使ったりします。 まあですから警察官のなんか趣味というか、検察官の趣味というか、ですねなんかそんなのがちょっとたまに出たりするんですよね。まあ、ちょっと余談ですけども、あの私見た中で、ちょっとこれ何って思ったのまであれでしたね。あのまあ、ちょっとあの趣旨気分に反したいときにふわっとぼかして言いますけども、あの例えば、ちょっとフィクションも感じますけども、えー、道端で喧嘩して、でその時に手,手に持ってたあの飲み物ですね、それをばしゃってかけて、 でさらにこうパーンと殴ったみたいな、まあ、それが非議事実になってるんですけども、あの普通そういう時って、まあ大体その予想行きの文章を書くんで、まあ、例えばですよ、あの左手に持って左手にしてあの左手の持っていた飲料を被害者の、えー、顔面にかけ、さらに右手で大出しとか、まあ、まあそんな風に書くんですけども、なんかその人ねなんか当たったみたいで、あの 左手に持っていた抹茶ラテをかけ、でそのさらに、えー、右手でオーダーシーとかです、ね、なんか商品名まで書いてるんですよね、しかもなんかメーカー名まで、何々の抹茶ラテみたいな、なんか普通、飲料でいいんじゃないのってちょって思ってです、ね、なんかこれどうなのみたいな、ちょっと思ったんですけども、まあ、結構ですね、なんか好みが出たりします。で、えー、それでまあ装置で結局まあ交留されたんだけども、えー、控訴事実としてはこれ認定落ちで、えー、窃盗と暴行にやっています。 まあ、内容は分かりますよね。あの要は、あのこれ強盗致傷でやるんだったらですね、えー、当然犯行を抑圧に至る暴行があったっていうことと、えー、さらに、えーこの、その機会に、えー、障害の結果が生じたっていう、えー、その2点をですね、えー、ちゃんとこれ検察官の方に立証しないといけませんけれども、今回は、まあ、確かにですね、あの公園で、えー、ちょっとまあもみ合いになってですね、 あの尻文字ついて打撲がとかです、ね、まあまあそんなふうなことありますけども正直これで、えー、犯行を抑圧に至れる暴行があったのかっていうと相当これは疑わしいわけですよねあのちなみにあの犯行を抑圧に至る暴行があったかどうかっていうのは、まあ、ちょっとこれは口実対策でも覚えておいてほしいんですけどもその個別の事情、まあ、ですから 要は加害者、被害者、そこで個別の事情で例えばその加害行為側がです、ね、身長何センチ、体重何センチ、年齢、性別、あとはスポーツ歴、格闘技歴とかその固有ううの事情で、被害者も同じように、でそれぞれ固有ううの事情があってでその固有ううの事情と具体的な行為それを客観的に判断して、 犯行役にたる暴行があったのかなかったのかを判断するっていう、まあ、これが枠組みでしたよね。で、そうすると、あのまあ、今回、まあ、結構ですね、まあまあ、おじいさんでてまできませんけども、まあ、60の方が、現実では65歳の68センチ、55キロ、まあ、結構な痩せ方ですよね。まあ、しかもまあ高齢者なんで、まあ、相当筋肉も落ちてるでしょうし。 でそれがですね、えっ、ー、と、ここですよね。飛び職で、ね、えー、普段からもがっつりやってるわけですよ。で75センチ、75キロ。すごいですよね。週4日はジムでトレーニングですよ。あの飛び職やりながら、どんだけ体力が余ってるのって話じゃないですか。というわけで、えー、その人がですね、えー、なんかこう、まあ、なんでしょうか、こう、向き直って、えー、なんか両手で押されてとかですね、尻餅ついてとか、まあ一応ありますけども、 まあそれで抑圧されるのかっていうと、まあ、はなはな疑義がありますよね。というわけで、そもそも、えー、これ、犯行予約にたる暴行はそもそも存在していないということになります。で、さらに、えー、じゃ怪我はしてるのかと、障害があったのかと言いますと、えー、ここですね。一応、病院で、えー、診断を受けたけども、えー、とこれ13ページですね。あの次のページです。えっ、ー、と、真ん中あたりに。 結局あの、被害者供述としまして、えー、病院で診断受けたけども、生活に支障ないし、えー、顔も尻も医者に見てもらったけども、怪我もないということで、一応これですね、あのまあ、自分からまあその芝生、濡れてるシールファーで足を滑らせてまあパーンとこけちゃってますけども、まあ、一応まあそれも強盗の機会とは言えますからね。ただ これ障害かって言われるとうーんって感じになりますよね。で当然まあ,あのまあ実もそうですけどもあのよほどなんか変な検察官じゃない限りそんなアグレッシブなですね起訴ってしないんですよ。あのとにかくか割と固めのところであの事実認定しますんでまあこれは普通に考えればあの認定落ちと言いますか、まあ、窃盗と暴行になるのはそれは普通だろうなっていう、えー、そういう形です。 まあですから、今言ったようなことがですね、えー、ちゃんと答案に現れてればそれでいいです。まあ、ということで、あの本当に今回の、えー、説問はですね、あのいずれも本当、えー、テンプレートな問題で、まあ、勉強して、まあ、大体どのテキストにも書いてありますから、まあ、勉強してれば取れますし、まあ、あの勉強すればするほど、まあ、真面目な人であれば普通にいけたんだろうなという感じですね。で最後が、えー、いわゆる伝文ということになります。あのまあ検 あれですね。弁護人としてはまあこれ不動員で、えー、この写真についてまあ異議ありってことになっています。まああの非に犯人性否認するならこうなるでしょうね。普通に考えて。で、えー、当然まああの被害者の供述がですね、まあ供述調書がこれは不動意にしますってことになるんで、まああの最終的には当然結論としてはですよ。あの被害者の供述を求めて。 承認事務をしましょうかって話になります。で、ただ問題の答え方としてですね、あの最終的にどうなりますかっていうのを聞かれてるんじゃなくて、検察官がどう判断するの、反応するか対応するかっていうのを聞かれてますよね。あの当然のことながら、あの検察官としては、えー、これ調査を取ってるわけですから、まあしかもこれ県民調査ですよね。県民調査ってことはあのちゃんと 検察側にとって、えー、とてもとても都合よくお化粧した状態で読んだ人間がですね読んだ裁判官が確かになるほどって思うような形でこうすごくこうお化粧した聞かされた文章を理路整然とパーッと書いてあるんですよ。当たり前ですけどもあの人間がしゃべってるんでしかもあの専門家じゃない人がしゃべるわけですから実際の言葉としてはですねなんか死後実後がぐちゃぐちゃになったりとか,あのなんかこう時系列もちょっとうんってなったりとかもしつつですねこう説明して でそれを検察官がきれいに選択しつをまとめてであとは署名脱印ということであの長所を作っているわけです。というわけで検察官としてはとにかく尋問で万が一何かです、ね、反対尋問を成功されちゃうと困るのでとにかくこ,この長所でというのが基本路線ですね。まあ、したがってあの、まあ、とかして何か この検察官としては伝聞例外に該当するものをなんか探すわけですけどもそれともまあ今回は残念ながら存在しないと、まあ、したがって最終的にはこの証人尋問をやらざるを得ないという流れになります、まあ、ですからあの最終的にはまあ検察官としては伝聞、まあ、例外を検討してでないのでこの証人部位ですねこれを尋問としてあの認証請求するということになります あと最後、異議の法的性質、あと異議の理由、まあそれとあと裁判所の対応ですね。で、まあ当然異議としましては、あの当然これ証拠意見言わないといけませんので、えー、まあ証拠意見述べましたっていう、まあそれだけの話。あと、異議の理由、まあちょっとこれだけ少し難しいですかね。あの、結局ですね、この写真っていうのは、 あの何の写真かっていうとあの被害状況で被り足首の状況ですね一応これは「捻挫」って診断を受けてますんであのこんだけ怪我したんだっていうことを、えー、検察側が立証するわけです。でもしこれがですよあの障害であれば障害であれば、えー、実行行為に対応する、えー、この障害の結果と因果関係っていうのがあの構成要件になりますから全部その写真も含めて。 あの立証しないといけないいとけけんですけども今回の非暴行ですよねで,暴行であればあのその暴行行為実行行為があればですね、えー、それでもこれ構成要件を満たすわけですからしたがって、えー、この怪我している状況、えー、これについては本件と関係がない本件においては不必要であるっていうふうな意見だということになります、まあ、ですから意見としてはまあ関連性なし ってこととこになりますよね本件とは無関係別にこれあの、怪我してようがしていまいが、まあ、暴行は暴行でしょっていう、えー、そういう判断になります。で、ただ、まあ、まなんでしょうね、えー、構成要件としては、まあ、いらないと思いますけども、まあ、関連性なしでいくんだったら、おそらく検察官としてはですねあの暴行対応、要はあの足首に捻挫するぐらい強くボーンと暴行したんだと。 まだからいわゆるそのまあ上場証拠といいますかえそこであの関連性があるでしょっていう反論して多分だから裁判所もまあその上場に限ってっていうんだったらですね要は暴行の対応を証明するものであればあのまあ裁判官もまあ裁判所も証拠採用するんじゃないかと思いますあの要は何でしょうねあのいわゆる在宅の証拠以外にあのの場の あの証拠もあるわけですから、まあ、そっちの方であで行くって判断,判断でしょうね、普通に考えれば。これでちょっと、なんでしょうか、だったらこれ、証拠を却下しますって言われちゃうと、ちょっとその裁判官、ちょっと厳しいかなっていうイメージはあります。はいえー、以上ですね、えー、それでちょっとまあ2、3分延長になっちゃいましたけども、まあ、以上のとおり、えー、今回のこの問題ってものは、ですね、えー、民事の方は少し、えー、個人差というか、おそらく、 あのできた人、できなかった人って差がつきやすかったかと思います。刑事は多分、団子状でしょうね。まあですから、まあ勝負決まってるんだ。まあ、決まるのはおそらく民事の方です。あとはまあ、述に向けてですね、あの、今回の問題は、特に刑事の方は、あの、口述なんかでもしょっちゅうしょっと聞かれているところですので、あの、とにかく、まあ、口述に向けて、えー、ちゃんとですね、あの、復習しとった方がいいです。まあ、民事なんかもそうですね。まあ、二段の推定とか。 あのかなりよく出るところがあの割と出てますので、えー、まあ、あと公弁と最高弁とかですね、えー、そこのところあと民法改正のところ、えー、そのあたりえ口、ー、実で狙われやすいので、えー、十分注意をしてください。はい、えー、じゃあ、えー、少し延長しましたけども私からは以上です。お疲れ様でした。